どうもこんにちは。小泉進次郎さんにある大物政治家が親子二大日本をぶち壊すなと痛烈批判を行いました。国会議員の中で唯一議員立法ゼロな彼に今まで何してたんと批判の声が多く集まっています。今回はそんな小泉進次郎さんにまつわる話題を取り扱っていきます。ぜひ最後までご視聴お願いします。自民党総裁選に出馬している小泉進次郎さんは21日海外から輸入される飲料用ミネラルウォーターの購入をやめ、国産や水道水に変えれば可処分所得が増加し家計の懐が温かくなると主張しました。視察先の千葉県富津市で記者団から水政策への見解を問われ答えました。小泉さんは水が美味しい町なのにコンビニで外国のペットボトルの水を飲んでいる、こんなに理屈の合わない消費の仕方はないと指摘すると同時に、水道水とコストを比べたら100倍以上違う、高いものをわざわざ飲む、私はこういう基本的な日常の水の飲み方使い方を変えていくと強調しました。そもそも一般家庭が多くのミネラルウォーターを購入しているかと言われるとそうでもなく、さらには日本で販売されているミネラルウォーターは日本製です。これらを考えるだけでも進次郎さんの発言はかなりの的外れではないかと思えますよね。さてそんな進次郎さんの総裁選の様子はどのようなものなのでしょうか。元安倍派所属で女性問題を記憶にございますと認めて衆院議員を辞職した宮沢博之さんが21日 ABC テレビ教えてニュースライブ正義の味方にゲスト出演した際に、高市早苗さん、石破茂さん、小泉進次郎さんの三つどもえと予想される自民党総裁選についてコメントをしました。進次郎さんについて宮沢さんは、中国問題もありますけどトップリーダーになったら外交は重要です、舐められる可能性がありますと指摘。自身は防衛副大臣として ASEAN の国防大臣会議に出席した実績に触れながら、ここのリーダーはどれぐらい力量があるのかって見抜こうとしますよ。しっかりと外交の場でやっていかないと尖閣問題も領土問題も危うくなるんで、小泉さんはそういう点においてもかなり短所を持ってると思いますねと語っていました。実はぶっちぎりでトップとされていた進次郎さんの雲行きが怪しいようで、週刊文春、週刊新潮が揃ってその状況を、文春は進次郎大いなる誤算、新潮が小泉進次郎3つの急所と9月26日号で書き記していました。文春によると、日本テレビが9月12日に自民党員党友を対象に行った電話調査では、石破茂元幹事長が 25%、 次いで高市早苗経済安保省が 22%、 告示前は2位の進次郎氏は 19% で3位となり、高市氏に逆転された。読売新聞や共同通信の情勢調査でも、高市石破両氏の後陣を排した慎重は討論会での言動が影響していると報道していました。リーダーシップ不足を指摘する声が霞が関で噴出しているのです。小泉陣営内にいる規制改革派の官僚たちからも、ちょっとまだ早かったんじゃないかという声が出てきているそうです。所見発表演説の際、手元にある紙をどれくらい見ていたかを調べた知り合いによると、進次郎氏がダントツの200回、彼は与えられたシナリオを一生懸命にこなしている印象ですなど厳しい意見が見られます。そんな中、今 SNS で議員立法なるキーワードが注目を集めています。議員立法とは、国会議員が立案して提出した法案のことです。立法府である国会で議員が法律を作るのは当たり前のことですが、我が国では内閣が法案を作る内閣立法が中心となってきました。ですが、最近は複雑で多様な社会を反映して議員立法の重要性が増大しています。
言い換えれば議員立法をどれだけ提出成立させたかが国会議員としての仕事を示すバロメーターと言えるでしょう。ちなみに田中角栄元首相は衆議院議員在職中の39年間で54本の議員立法を提出、うち33本を成立させています。では総裁選各候補はどれだけ議員立法を提出しているのでしょうか。国会図書館のサイト日本法令作印で調べてみると、議員立法提出数トップは林芳正さんの16本でした。現在内閣官房長官を務めており、岸田総理の右腕です。総裁選では票数が伸び悩んでいますが、防衛大臣、農水大臣、外務大臣などを歴任したこともあり、国家公務員の不正、テロ対策、児童ポルノなど様々な議員立法を提出しています。2位は加藤勝信さんの12本、3位は高市早苗さんの10本です。総裁選では票集めが難航している加藤さんですが、旧大蔵省出身で経済や社会保障に詳しい政策通、厚生労働大臣を務めたこともあり、やはり肝炎対策、障害者虐待、年金などの議員立法が多いです。高市さんは政調会長や複数の閣僚経験で培った政策実行力が武器です。災害対策、森林法、児童ポルノなどの法案を提出しています。会見では選択的夫婦別姓について過去に法案を施策しており、総理になった暁には国会に提出する意向を明かしています。4位は石破茂さんで7本、5位は河野太郎さんの6本、小泉進次郎さんと総裁候補ナンバーワンを争っている石破さんが、政策能力や安定感では進次郎さんを圧倒しています。総裁選に5期連続で出ているだけあり、実績は折り紙付き、北朝鮮や自衛隊絡みの法案を提出しています。対する河野さんは勉強熱心で改革意欲は強いものの、コロナ禍でのワクチン対応やマイナンバー問題で人気を落としました。ちなみに議員立法は臓器移植や特定船舶の入港禁止など意外なものもありました。6位は同率で上川陽子さん、小林鷹之さん、茂木敏充さんで3本ずつという結果でした。そして提出数ゼロだったのが小泉進次郎さんなのです。衆院議員在職中の15年間、議員立法は1本もありません。質問主意書も初期に数本あるだけです。総裁選の10分間の演説でカンペを200回以上も見たことが分かっており、これはつまり3秒に1回というわけで、これも経験不足ゆえカンペに頼らざるを得ないということでしょう。そんな進次郎さんに X ではこんな声があふれていました。今まで何やっとてん。河野6本、石破7本、高市10本、進次郎0本、民間企業なら官職へ配置転換。田中角栄氏は33本の議員立法を成立させた一方、小泉進次郎氏は議員立法に関して成立どころか提出すらしたことがない。こんな人物が総理大臣だと、笑わせるな、国民をバカにするな。高市さんは会見でおそらく進次郎さんを念頭に、自分で法律案を書いていただきたいと自信満々に語っています。また一つ進次郎さんの実力がバレてしまったとも言えるでしょう。そしてさらに元航空幕僚長で今夏の東京都知事選に出馬した田母神俊夫さんが20日、 X 旧 Twitter を更新し、総裁選に立候補している進次郎さんに対しダジャレを交えて非難していました。投稿では小泉進次郎候補の言っていることが支離滅裂、意味不明とか批判されている、馬脚を表し始めたと紹介。総理になって親子2代にわたって日本をぶち壊さないでもらいたいと私見を綴った上で、いくら小泉進次郎と言われても信じるのは無理だと締めました。その投稿に対しフォロワーからは、小泉信じれません、間違いないです、
山田君、座布団1枚。うまい、閣下がそんなネタお持ちとは、笑。デーブ・スペクターも脱帽の、ギャグセンス、素敵です。などの声が寄せられていました。玉神さんは19日にも、進次郎さんが、改革を唱えている点を挙げ、これまでの改革は改悪で、日本ぶち壊しが行われてきた、などと投稿しています。総裁選の終幕が近づいてきていますが、国民としては今後も目を離すことができませんね。進次郎さんに対する批判的な意見が多い中でも、リードしているのは彼だという現状。皆様はどのように感じられるでしょうか。ぜひともコメントなどで教えていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。